ましょう。司馬江漢、1747年生まれ。日本における洋画の先駆者として知られます。江漢は江戸の町人の家に生まれました。幼い頃より絵が巧みであり、13歳の頃より華道派に入門。15歳の時に父親が亡くなり、職業画家として歩み始めます。華道派の修行を続けながらも、19歳の時には錦絵の大成者である浮世絵師鈴木春信に入門。この頃から西洋画を個人的に輸入したしなんでいた平賀源内、宋祖籍らと知り合います。この頃の作品である要求状では、錦絵の技法にのっとりながらも、すでに西洋の透視図法を用いた斬新な構図となっています。江漢23歳の時である1770年、鈴木春信が若くして病没します。周囲の要請もあってか、江漢は2代目春信を襲名して師の仕事を引き継ぎました。江漢自身は春信の単なる後継者としての立場を不服とし、23歳の時には浮世絵から手を引きます。続いて蘭画家織田の直武に師事。解体新書の共著者として知られる蘭学者の前野良沢の門にも入りました。1783年、蘭学者大月玄沢の協力を得、江漢は日本最初の銅版画作品を制作します。それが見巡りの経緯です。続いて1888年にはオランダとの貿易の拠点であった長崎で多くの油絵を目にします。それに影響を受けた江漢はエゴマという植物から抽出した油から油絵の具を自作、それを用いて日本の風景を描きました。その代表作が相州鎌倉七里浜図です。西洋画らしい低い地平線と空気遠近法を取り入れています。晩年の江漢は禅や老荘思想に傾倒しながらも、年齢を詐称したり自分の死亡通知を友人たちに送るなど奇行を繰り返しました。1818年に72歳で亡くなるまでユニークな存在であり続けたとでした。以上。